さあこんにちは、ピーマート TV をご覧の皆様に3度目の、登場となりますスロットスタイル。今日もですね、長崎県は丸光稲佐店さんにお邪魔しております。10時開店なので12時からということでね、もうすでにあらかたいろいろガリガリやられてる後からのお邪魔ということで、まあどうなるかわかんないですが、今日も朝ツイッターでね、最速記録作ってやりますよみたいなことをつぶやいたんですが、お店に入る なりですね、お客さんにリノ空いてますよって言われまして、そうですよねみたいな感じで、今宇都大に非常に悩んでおります。忍び魂の新しいやつね、暁のなんとかも1台だけなんだけどありましたし、それからすごいドル出るという噂の獣王もまだ打ったことなくて触ってみたいなとか思ってたり、それから、ついこの間どうやったら出るのかよくわかんないというふうにつぶやいたら、すごい一撃に期待しながら我慢する台なんですよっていうふうに教えていただいた鬼浜とかですね、全部なんかバラエティにちょこちょこなんですけども、その辺が入ってるということで、お昼からではありますけれども、今日平日なので、なんかその辺取れそうな感じもするなと、まだちょっと店内見てないんですけれども、そういう気もしてしまっているので、ちょっと最速記録を目指して凱旋に突っ張るのか自分でも決めかねております。楽しむのか記録を目指すのか、その辺のプランから考えたいなと思っています。よろしくお願いいたします。いやー驚いたなー、リノを打った記憶はあったんですが、今ねこれまあお土産いただいたお客さんに連勝を目指して頑張ってくださいって言われまして、勝ったんですか？僕は聞きましたね。どうやら前回僕リノで勝ったようなんですね。リノとバーサスを打って勝ってましたよって言われたんですけれども、私勝った記憶が1ミリもございませんで、なるほどね。今日もリノは空いてるわけですね。ああ中央鬼浜。中央鬼浜座られて、桜大戦にもお客さんがいて、ああ忍びが、ああ残念。ハーデスにするか。あらラッキー、すごいの見つけちゃった。あなるほどね、これ何、昨日1万3000枚出てるってこと？何これ、どういうこと？すごいぞこれ、マイナス6500枚って、マイナス6500枚まで入れてだから13万入ってるんでしょ。13万入ったところから多分1万3000枚一気に出たんだな。そしてデミがこれで、ね、終わってるわけ。まあ 100% リセットなんだろうけど、いやーこれいい台じゃないよね。ただ出ちゃっただけでしょ。よしじゃあ1から1狙ってみるか。さあ、T スクエア流してくれてますか。ダメだよね多分ジャスラックで。あのね、目指す本当に本気で行くから出しといてほしいんだよね、タイムコード右上とかに。もうあの F1 レーサーのラップタイム的なやつでさ、てて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 ちょっと音痴だった今。ででででるでで、ちょっともう音が取れませんね。ででんででん、違うででん
ででんででんででんてれれてれて、あ、あんま歌っちゃいけないみたいな。出てます、右上にラップタイム。今日はそっちに決めたから。リノがね、一回当たっちゃってたんだよ。で、まあしかも300何ゲームだったか。まああんまりね、何回も当たっててあれならいいんですけども、一回だけ当たっててしかもあのゲーム数かっていう感じで、特に惹かれる要素がなかったので、じゃあちょっと記録の方を狙っちゃおうかなと、そういう感じなわけです。ですから、今日は例えばゴッドのチャンスだとか言って左だけ止めてうーんとか、多分いろんな人がやってると思うんですけども、一切ございませんので、オール流しでいきますからね。しまった、ボタン間違えた、命取りだ。なんなら残り50枚で買い足し入るからね、年には年をで。で、1回目も何にも当たらずに3万円使い切った、あ、1回当たっちゃったのかな、あの時もハーデスだったはずなんですけど、あの時はやっぱりちょっとその初めて呼んでいただく番組ということで勝手がよく分かってなくてね、おっかなびっくりやってしまった分、ちょっとねやっぱタイムロスというか、いろんなところで多分手を止めて喋ったりしちゃってたんですよね。パチスロ界のアイルトンセナを目指すためにはそういうの一切なくいかないとね。なんならこう振り向いて喋るのですらもうロスタイムだからね。ロスタイム、タイムロスだよな。その間も手を動かしてなきゃいけない。ウェイトが切れた時点でワンミスだと思ってください。だから一度にコインを大量に投入するのも危険なわけですよね。秒単位で削っていくからね。しまった、お客さんに声かけてもらうのだけは想定外だ。はい、お疲れ様です。あら、すいません、ありがとう、いただきます。うん、ありがとう、ごちそうさまでした。しまった、まあまあ長話しちゃったよ。命取りだよね。まあそれはしょうがないからね。あそこだけ右、あ、こういうのがミスなのよ。やーべ、まただ、ダメだ。いろいろ喋りながらやってるとやっぱ、おお、もうでも全然ダメ、やる気がなくなりました今。さすがにどんだけ急いでても怒られちゃダメだよ。ああ、うーわ、これね、やめるよね、もう。え、なんかペナルティの後にやめると俺ひどい人みたいじゃん。ちょっとだけ回しとかないと。いきなり座った人がゴッド引いてわーとか言ったらペナゴッドとかになったらかわいそうだから。なんかさ、ゴッド系ってタイミング、俺のタイミングに反応しない台ってあるよね。
ついてこないの。そういう台だとずっと怒られるんだよ。ひでえな俺もうダメだ、こういう日はもうダメだよ。ああ。相性の悪さではハーデスよりも断然今年こっちのが悪いんです。なのでまあ割とすぐにお金使えるかなっていう気はしてますので、これでいいかなと思っております。まあとりあえずもうハーデスで出花くじかれたんでね。いやよかったね、 P マートさんも編集めんどくさくなんなくタイムコード出しとけだとかさ、いろいろわがまま言っちゃいましたけど、ぶっちゃけ最速タイムと考えたらヘルゾーン的なものが全く来ない可能性の高い外線の方が若干は速いはずなんですよね。どうしてもヘルゾーンとかなるとうーんとか言ってやっちゃうから、それが一切ない分ね。ああはい、なんかちゃんぽん風ドロップスっていうのを2人の方からすでにいただきまして、あともう一個カステラサイダーね。ちゃんぽんもちゃんぽんでいいし、カステラもカステラでいいじゃんね。これだよ、だってカステラっぽいけど、まあ飲まないんですけどね。だいたいここで飲んでみてこう、うわマジっていうか、あなんか美味しいですね。まあもうその2つしかないじゃん。飲まないんですけどね、後でこっそりいただきます。うわ、はい、もう一番なんか当たっちゃってもおかしくないぐらいまで来てるような気がするな。ほら、うわ、いや、うわじゃねえよ、むしろ頑張れだよね、本当なら。逆に回ってアクロポリス行ったね。おっと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 、これはいよいよ。あるんじゃないですか。うわお、当たっちゃったなこれ。あー、まあもう1万1000円なんでこうなっちゃったらしょうがないですね。なかなか最速記録出ないもんだな。いやでもハーデスからの移動これ大成功だな結果的に。そういえばカステラサイダーギリギリまで冷やしてきたって言ってくれてたもん。せっかくだからいただいてみるか。
もうさね、せっかくだから、まあ、いただいてみようかと思ったわけですよ。出しますよ。どうすんだこれ。栓抜きなんか持ってねえぞ。さすがにね、彼もここまでは気づかなかったと思うんだ。これね、おじさんちょっと開けらんない。なんかいろいろね、100円ライターの角とかでうまいことやったらスポーンと開けられたりするらしいんですけど、うわー、なんかこう開けられないって分かった瞬間急に飲みたくなるよね。いやーでも残念。おーリプヨン行くか。うわー微妙なくはないな。うー惜しいな。あそこやっぱ必殺技出した方が良かったのかな。まあでも必殺技といえば皆さん、しんのすけさんを思い浮かべると思うんですけどもね、しんのすけさんその必殺技が命取りになって右肩今すごい状態になってるでしょ。で相方の牛尾がまた謎の四十肩にやられてヒーヒー言ってるんですよ今。着替えもできないとか言ってたもんね。我々もうそういうの考えながらパチスロ打たなきゃいけない年になっちゃったんですよね。まあ普段運動してないっていうのもあるよね。なおのことやばいよな。運動してないのにこんなことやってんだからさ、それおかしなことになるわって話。あ、何枚だったか見るの忘れちったよ。はい、あーこれどうすんだよ。多分まだ朝一台あるから。完全朝一っていうのはそんなにないのか。あーそんなにねえわこれ。隣の台回しとこ。隣に移動します。おーリプヤン来い。あれあるんじゃないのこれ。いきなり引いちゃうパターン。あー弱え。リプさん止まりでした。リプさん止まりだ。朝一の挙動としてあんまいい感じないよね。ただリプさんを引いてしまったからちょっとやめづらいなっていう、それだけです。さあ買い足しに入ります。これはすんなりここで終わっちゃいそうだな。さあこれで残高が残り5000円になりました。逆だったよね今。おお
うわあと1000円なんだ。まあでもそれぐらいか。ここでなんか引けなきゃダメだよね。ダメか。ラスト。ダメだな。うわ。うわ。嘘でしょ。あと6枚しかないが。うわまあルールなんでねいやーこれ534ゲームか。いやまあでも大体ズルズルいって何にもないパターン。だよね。うん。そうだよ。よし。早い早い。1時間半経ってない。これ最速タイムだろう。下手すると。エンディングです。終わりました。当たったよね1回。その辺がやっぱ中途半端なこう持ってない人間の実践動画ですよね。ズバーンと何にも当たんないで言ってくれればね、まだ逆に持ってんなっていう感じもしたんですけれども、やはりその辺も持ち合わせていないということでね、最後になりました。お楽しみの何でしたっけ、カステラサイダー。ちょっとね、100円ライターを借りてきましたんで、そこで僕なりに考えてやってみたいと思いますよ。いやまずこっちからか。まずこれね、長崎限定ちゃんぽん風ドロップ。いただきます。ちゃんぽん風。本当にちゃんぽんの味がする。誰が舐めんのこんなん。うわ本当にちゃんぽんの味がする。まあ無理ということが分かりました。すごい、ある意味すごい。うわー、さあお待ちかねでございますよね。これをこうやって開けてたんだよね。だからなんかあったんだよね、こうやって上手い人がやってたんで、その人はこうやってやってた。で、ほいっと、ポン。もうチャンネル変えちゃった？まだ終わってないんだよ。残ってんのこれが。今ね、これをくれた人とまたお店の中で会いまして、どうでした？って言った瞬間にここを見て、プッって、まあ彼も吹いたわけですけども、その後にいろいろ調べてくれて、なんか A4 の紙を5つ折り
高にして、その紙でも開けられる、でさらに100円ライターでも開けられるというのが動画にあってですね、それを見せてもらったところ、まあこんな感じだったんだ。で開いてたので、ああなるほどこれか、じゃあそれをやってみようということで、今またすっごいライター削れてるけど大丈夫、ありがとうございました。いややめなよ、鍵壊れるから。いやいや曲がるからやめなって、曲がるからやめなって、本当に。え全然いいよ、ただまずいだけでしょ、だってこれ多分やめときなって、本当にいい、鍵曲がるって。うん、ごめんごめん、ありがとう。おほ違う、店汚しちゃった、ごめん。丸水入ってる、やりました、いただきます。本当にカステラの味がする、まあ、美味しくはないですね。カステラの味がして、普通のサイダーよりも多分かなり甘いかな、甘いカステラをなんかこうお湯で溶かして、それに炭酸が入ってるみたいな。すごく苦労してちょっと感動した割にはね、という感じ。でもなんかあの本当にカステラの味がするんで、あれだね、ちゃんぽんドロップ同様、長崎の人はなんかそのまま食えばいいのにっていうのをなんか他のものにする癖があるんでしょうかね。美味しくはないです